松井和夫監督、ブチギレー。ひえ。もうめちゃくちゃだよ。ロッテにこんだけ打たれるのやばいやろ。和夫って怒ると PL 全開になるんやろ。元西武の選手と知り合いだけど、和夫は切れると一人でブツブツ切れて周りに当たらないらしいで。怒ってるというか泣いてる気がする。チームで何かあったんやろか。試合関係なくあいつのせいやろ。切れてるってより呆れてるように見える。単純になんかかわいそう。怖っ。チームがいろんなことが起きすぎてて崩壊しかけてる。士気がとても低い。監督1年目でこれはきついだろ。マジで貧乏くじ引かされたよな。山川のこともあるし、チームは負けまくり、そらそうよ。これはもう不運としか、山川の全盛期に監督になっちゃったんだからしゃあない。チームの主力があんなことになってんだから選手も力入らんやろしゃあない。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。